令和3年防衛省記録。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、防衛省自衛隊は令和3年も国内外においてさまざまな活動に取り組みました。それではその主な取り組みについて振り返ってみます。防衛省自衛隊はワクチン接種を強力に後押しするべく、自衛隊大規模接種センターを5月24日に開設しました。今回の大規模接種センターの運営は、自衛隊にとって前例のない官民共同の活動であり、国民の皆様のご協力をいただき、11月30日、約半年にわたる運営を終了しました。運営期間中、全国の総接種回数の約 1% にあたる、延べ約196万回の接種を行いました。自衛隊は各種事態に迅速かつシームレスに対応するため、平素から領海・領空とその周辺海空域において情報収集及び警戒監視を行っています。8月25日から26日にかけて、中国が開発した偵察及び攻撃型無人機 TB001 であると推定される無人機などが沖縄本島と宮古島との間を通過したことを確認しました。これに対して戦闘機を緊急発進させるなどして対応しました。無人機による沖縄本島と宮古島間の通過を公表したのは初めてです。近年、中国とロシアの軍事力の進展が注目される中、10月18日から23日にかけて10隻に及ぶ中国・ロシアの海軍艦艇が我が国を周回する形で、津軽海峡、伊豆諸島周辺海域及び大隅海峡を通過し、東シナ海へ向けて航行したことを確認しました。また、伊豆諸島周辺海域及び東シナ海においては、両国の海軍艦載ヘリの発着艦を確認しました。防衛省・自衛隊としては、厳重なる警戒監視を行うとともに、我が国近郊におけるヘリの飛行に対しては、航空自衛隊の戦闘機をスクランブル発進させるなどして対応しました。我が国周辺における中ロ両国によるこのような大規模かつ長期間にわたる活動は初めての確認です。また、11月には3度目となる我が国周辺における中ロ爆撃機による長距離にわたる共同飛行が確認され、これに対して空自戦闘機を緊急発進させるなどして対応しました。このような中ロ両国の軍による我が国周辺での一連の共同行動は、我が国周辺における活動の拡大・活発化を意味するとともに、我が国に対する示威行動を意図したものと考えられます。島嶼部を含む我が国への攻撃に対しては、必要な部隊を迅速に機動・展開させ、海上優勢・航空優勢を確保しつつ、侵攻部隊の接近・上陸を阻止することを基本としています。10月に護衛艦いずもは四国沖において米海兵隊の支援を得て、 F-35B の発着艦に関する検証を実施し、発着艦が可能であることが確認できました。海上自衛隊の艦艇に F-35B が発着艦するのはこれが初めてとなります。今後も出雲型護衛艦の改修を着実に実施し、海空領域における能力向上を図ってまいります。我が国の弾道ミサイル防衛は、現在イージス艦による上層での迎撃とペトリオット PAC-3 による下層での迎撃を自動警戒管制システム、いわゆるジャッジにより連携させて効果的に行う多層防衛を基本としています。10月、米国ニューメキシコ州マクレガー射場において空自ペトリオット部隊と米陸軍高射部隊が連携した射撃を行うとともに、陸自中サム部隊と空自ペトリオット部隊が初めての共同実弾射撃訓練を実施しました。複雑化・多様化する軽空脅威の対処に必要な総合ミサイル防空能力を向上させました。8月、アフガニスタン・イスラム共和国情勢に鑑み、外務大臣臨時代理、
加藤官房長官から同国に滞在する邦人等の輸送について依頼があり、これを受け岸防衛大臣は在外邦人等輸送の実施を命じました。 C-130 や C-2 といった航空自衛隊の輸送機や現地での誘導等を任務とする陸上自衛隊の部隊等を派遣、邦人1名および米国からの要請を受けたアフガニスタン人14名の輸送を行いました。自衛隊は自然災害をはじめとする災害の発生時には地方公共団体などと連携協力し、さまざまな活動を行います。1月上旬からの大雪により北陸自動車道および東海北陸自動車道の一部区間において多数の車両の滞留が発生したことから、富山県知事および福井県知事から陸上自衛隊第14普通科連隊に対して災害派遣要請がありました。この災害派遣では滞留車両周辺の除雪、同車両ドライバーへの燃料、食料などの配布など延べ720両に対し支援を実施しました。7月3日土曜日午前、静岡県熱海市内の住宅地域で土石流が発生。同日、静岡県知事から陸上自衛隊第34普通科連隊に対して災害派遣要請がありました。人命救助活動や道路警戒などの活動を行い、延べ救助者16名、道路警戒の累積約1020メートルなど災害に対応しました。本災害派遣において人員は延べ約2万3000人での活動となりました。10月3日日曜日午後、和歌山県和歌山市紀の川の武蔵田橋沿いの水管橋が崩落し、紀の川北部地域で約6万世帯において断水が発生。同日、和歌山県知事から陸上自衛隊第37普通科連隊に対して給水支援にかかる災害派遣要請がありました。給水実績は約1000トン、延べ活動人員数約1000人での活動でした。令和2年締結から60周年を迎えた日米安全保障条約に基づく日米安保体制は、我が国自身の防衛体制と相まって我が国の安全保障の基軸です。3月東京において茂木外務大臣、岸防衛大臣、ブリンケン国務長官およびオースティン国防長官は日米安全保障協議委員会2+2を開催しました。また同日、岸防衛大臣とオースティン国防長官の日米防衛相会談が実施されました。これらの機会を通じ、日米同盟の抑止力、対処力の強化に向けた連携の一層の深化について一致するとともに、主として協議の点について確認・表明しました。自由で開かれたインド太平洋というビジョンを踏まえ、多角的・多層的な安全保障協力として2国間・多国間の防衛協力・交流を戦略的に推進していきます。5月、陸上自衛隊の水陸機動団および西部方面航空隊はフランス軍の練習艦隊ジャンヌダルクが佐世保に寄港する機会を捉え、藍の浦駐屯地霧島演習場および九州西方海空域においてフランス陸軍およびアメリカ海兵隊との共同訓練アーク21を実施しました。本訓練は陸上自衛隊がフランス陸軍およびアメリカ海兵隊と国内の演習場で初めて実施する実動訓練となりました。また海上自衛隊は東シナ海においてフランス海軍、アメリカ海軍およびオーストラリア海軍との共同訓練アーク21を実施しました。これらの訓練を通じ、自由で開かれたインド太平洋ビジョンを共有する日仏米豪による協力関係の一層の強化を図るとともに、島嶼防衛に係る4カ国による連携を内外に示しました。1月から2月にかけて
航空自衛隊はグアムを拠点とする共同訓練コープノース21を実施しました。実戦的環境の下での航空戦闘訓練や戦術攻撃訓練等を通じて部隊の戦術技量の向上を図ったほか、人道支援、災害救援に係る共同訓練を通じて各国空軍との相互運用性の向上を図りました。8月と9月には空母クイーンエリザベスをはじめとする英空母打撃群が日本に寄港しました。英空母打撃群には5隻の英艦艇に加え1隻の米艦艇および1隻の蘭艦艇が参加し、日本近海でパシフィッククラウンと称する共同訓練を行うなど、7月から10月にかけて様々な共同訓練が海上自衛隊や航空自衛隊との間で実施されました。英空母打撃群の日本寄港は長い歴史と伝統を有する日英防衛協力が新たな段階に入ったことを証明するものです。さらに11月にはフリゲート艦バイエルンがドイツ海軍艦艇としては約20年ぶりに日本に寄港し、アデン湾、インド洋、日本近海で合計6回の共同訓練を実施しました。バイエルンの寄港はインド太平洋地域の平和と安定に積極的に貢献するとのドイツの強い決意を示すものであり、自由で開かれたインド太平洋の維持・強化を推進していく上で重要なターニングポイントになりました。こうした協力・交流の深化は自由で開かれたインド太平洋の維持・強化につながるものであり、地域の平和と安定に貢献するものです。防衛省・自衛隊による能力構築支援は2012年以降インド太平洋地域を中心に15カ国1機関に対し、人道支援、災害救援、国連平和維持活動、海洋安全保障などの分野で協力しています。3月パプアニューギニア国防軍工兵部隊に対する初の支援として施設機械整備の能力構築支援をオンラインで実施しました。また9月には陸自中央音楽隊の隊員を派遣し、パプアニューギニア国防軍の軍楽隊に対する演奏技術指導を行いました。このような取り組みは我が国と相手国との友好関係を強化するだけでなく、相手国軍隊などが国際の平和及び地域の安定のための役割を適切に果たすことを促進し、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出することに寄与しています。防衛省・自衛隊は公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会からの依頼に基づき、式典等大会運営への協力を行いました。総勢約8200名の陸・海・空自衛官によって東京2020オリンピック・パラリンピック支援団を臨時に編成して各種支援を行いました。また自衛隊体育学校から計10種目に17名の選手が出場し、金メダル3個、銀メダル1個、銅メダル1個の素晴らしい成績を残しました。いかがでしたでしょうか。今後とも防衛省・自衛隊は国民の生命・財産と平和な暮らしを守り抜くために、日本の防衛・国際平和に向けた幅広い活動を引き続き行ってまいります。